第550回12月2日木曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書コリントの信徒への手紙1:10-13。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。信仰生活にはさまざまな試練が襲ってきますが、試練と同時に逃れの道が備えられています。逃れの道とは、敵に囲まれ四方八方が塞がっているときに突然現れる安全な道です。どのようなときにも神が備えておられる安全な道があります。そこにはどんな敵も入ることはできません。苦しみの中にも神の御手があり、安全地帯があります。イスラエルの民がエジプトから逃れるときに、海が分かれて道ができたように、私たちにも必ず逃れの道が備えられています。いつも私たちを守ってくださる神に従いましょう。共に祈りましょう。今週の祈り。1. 朽ちない冠を目指し、信仰を持って進むことができますように。2. コロナが完全に収束し、新しい出発ができますように。3. クリスマスがキリストと出会う機会となりますように。私たち一人一人に逃れの道を備えていてくださる神様、今日もあなたに祈ることができてありがとうございます。どんな状況の中にも逃れの道があり、安全地帯があなたによって約束されていることをありがとうございます。神様、苦しみの中にある時にこそあなたが備えてくださる安全地帯に入って力を受け、新しい出発をすることができますように。あなたの顔を見て、あなたと交わり、力を受けて歩むことができますように導いてください。コロナの感染者を特別にあなたが支えてください。その家族を守ってくださいますように。どのような時にも朽ちない冠を目指して走り続けるものとしてください。世界中に神様から来るところの豊かな恵みが今注がれますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。